どうも高井です。 99.9% の売れない YouTuber が突発で挑戦した方がいい理由。私自身動画のタイトルをつけるのに、こういうコピーライティング系の本の知識を得た上でタイトルをつけています。どんなにタイトルのいい動画を作ろうが、どんなに内容のいい動画を作ろうが、需要が多くても競争相手の多いジャンルに動画投稿してしまうと、強者に負けて再生回数なんて得られないってことの方が大半でしょう。理想は需要が多いのに競争相手が少ない、そんな分野は理想です。その分野であればあなた自身も再生回数を稼げる、注目されていくって可能性が高い。ただそんな動画なんて50本に1本、100本に1本打ち続けてようやく分かってくる。再生される動画は半年で60回ほど、1年間で128回、2年間終了時点で250回、3年間終了時点で500回再生、4年間終了時点でようやく1000回再生っていう感じで、おそらくあなた自身が想像しているよりははるかにゆっくりな再生回数の上昇率なんです。ほとんどの人はおそらく1年間で、それも 99% ぐらいの人が1年間でポキって心折れで、もう俺有名になれない、やめるみたいにやめちゃう。それはもったいないよね。できることなら理想は短期間でポンポン打ち続けて経験値を得ていきたい。その理想を叶えるメディアが私は突発だと思っています。お金を稼ぐのではなくって経験値を得るという意味で突発を使ってみてください。突発の初心者向けサービスに6日間の展示回数のブーストっていうのもあります。展示されるんです。あなた自身の動画は検索エンジンによって調べるのではなくって、その視聴者のタイムラインに乗ってきて、これ面白そうと押されていく、そういう突発のサービス。私が去年のゴールデンウィークを使ってうまく再生した動画が630回、その時点のフォロワーは1です。そういう動画があるので、あなた自身も経験値を稼ぐっていう意味で突発は有効活用できるのではないか。ただ突発には展示回数制限っていうのもあるので、私は以前作ったコンテンツ、ゼロから突発を始める人は知っておきたい、上手くなると尋ねる3つの展示回数制限、そちらの動画を視聴した上でルールを知った上で突発で挑戦したら、他の人よりは長く経験値を得ていくことができるんじゃないでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。